ケンジントンオリンピア駅もしくは、ケンジントン駅は、イギリスのロンドン西部にある駅である。ロンドン地下鉄のディストリクト線及び、一般鉄道のウェストロンドン線、以下、WL 線の駅で、トラベルカードゾーンに属する。なお、当駅は、ロンドン地下鉄の路線図には、ケンジントンと表示されているが、ナショナルレールの路線図と時刻表、及びロンドンオーバーグラウンドが設置している。駅名板には、 ケンジントンオリンピアと表示されている。駅はオリンピア展示場の目の前にある。ロンドン地下鉄の駅はディストリクト線、アールズコート駅から分岐する短い視線、視線の終点駅である。一般鉄道の駅はクラッパムジャンクション駅とウィルズデンジャイクション駅の間を結ぶ WL 線上にあり、ロンドン中心部を迂回する多くの列車が経由する。旅客列車は ナショナルレールの列車及びロンドンオーバーグラウンドが運行する列車が発着している。空中からの県人ともオリンピア駅の長め地上駅で、WL 線の駅は3組ある線路の外側2線にホームがある。相対式2面3線のホームを持ち、ナショナルレール及びオーバーグラウンドの運行する列車はこちらに発着する。地下鉄は1面1線で、WL 線。 北行きホームの反対側に発着し、駅の北側は車止めによって行き止まりとなっている。駅の線路はロンドンの2つの区の境界となっており、東側にある WL 線の南行きホームはケンジントンチェルシーオーリツ区に、西側にある WL 線の北行き及びディストリクト線のホームはハマースミズフラム区に位置する。開業から、 編集この駅の現在ネットワークレールが保有している部分は1864年にシェパーズ、ブッシュ駅からウェストロンドンジョイント鉄道が南進した際に終着駅として建設されたものである。その後1866年までには東駅からさらにクラッパムジャンクション駅までウェストロンドンエクステーションジョイントレイルワイが開業し、東駅は中間駅となっている。 ディストリクト線の駅は1872年2月1日にそれまで北側のウィルズデンジャイクション駅方向からクラッパムジャンクション駅方面にへ運転されていたアウターサークル系統の列車をメトロポリタンディストリクト鉄道を経由してロンドン中心部へと直通運転なおアウターサークルは1867年9月1日の運行開始時には当駅を南の終点としており 1> 翌1月2日にクラッパムジャンクション駅方面への延長運転を開始していた。第二次世界大戦中、編集1940年、第二次世界大戦が開始されるといくつもの、WL 線の駅がドイツ軍による空襲の被害を受けたため、WL 線の旅客営業は同年9月20日に中止された。また、翌月2日には、 地下鉄のアールズコート駅から当駅の区間が休止され、当駅への旅客列車の発着がなくなった。第二次世界大戦後、編集戦争終結後の1946年12月20日、地下鉄のアールズコート駅から当駅までの区間が再開されるが、以後しばらくは、オリンピア展示場の開館時のみの運行となる。地下鉄が開館時間帯に関わらず終日運行されるようになったのは、 40年後の1986年のことである。また、そのまま WL 線の旅客営業は中止されたままだったが、こちらは1999年6月1日に再開された。現在のこの駅は多くの列車が通過した、かつてと比べれば比較的静かなものである。ただし、WL 線はロンドン北部とイングランド南東部や英仏海峡トンネルとを結ぶ。 貨物輸送の幹線であり、現在も多数の貨物列車が当駅を通過する。駅名の変遷、編集開業当初は、ケンジントン駅を名乗り、ケンジントン中心部にハイストリートケンジントン駅が開業した1868年に、アディションロード駅に改称された。そして1947年から、ケンジントンオリンピア駅となっている、ユーロスターとの関係。 編集2007年11月にユーロスターのロンドン川ターミナルがウォーター流駅からセントパンクラス駅へと変更される以前はユーロスターがウォーター流駅とノースポール国際車両基地との間を往復する際に当駅を通過していたターミナルが変更以前はケンジントンオリンピア駅はウォーター流駅に非常事態が発生し使用不能になった場合の代替ターミナルであったこのため及び イギリス各地の駅から大陸へというロスターを直通するという計画のために出入国管理設備が維持されていた。冷戦時の扱い、編集、WL 線にはかつてグレートウェスタン本線への連絡線があったが、この連絡線でロンドン中心部を迂回できるため、冷戦時代にはこの駅は核戦争の開始時にウィルトシャー放送の地下核シェルターへ。 多数の公務員を避難させる秘密計画の重要な一部を担うことになっていた。その他、編集かつて、ロンドンと地方の間を車と共に移動できる列車で、ある、モトレールは、よくこの駅が終点となっていた。ディストリクト線の列車は、ハイストリートケンジントン駅とこの駅とのわずか二駅間を往復する短距離シャトル列車である。列車は1時間あたりに3から4往復をする。 ディストリクト線の運転士は、勤務日の間に、最大で7往復このシャトル列車の運転をすることになり、一般的に、オリンピア支線を運転することを嫌っている。また深夜に1日あたり1本のみ、ケンジントン駅からアップミンスター駅方面への直通列車がある。2007年11月に発足した、クロスカントリーの運行主体を継承して、列車を運営している新会社には、 2008年に、当駅を経由する路線を開廃する選択権が与えられていることが発表されている。ロンドンバスの9、10、27、28、49、391、C1 系統と、深夜バスの N9、N28 系統が駅と、駅周辺から発着する。ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、ケンジントンオリンピア支線、ケンジントンオリンピア駅。 アールズコート駅ロンドンオーバーグラウンドウエスト、ロンドン線、シェパーズ、ブッシュ駅ケンジントンオリンピア駅、ウェストブロンプトン駅ナショナルレール、サザンウエスト、ロンドン線、シェパーズ、ブッシュ駅ケンジントンオリンピア駅、ウェストブロンプトン駅、または、終点リミテッド、サービスケンジントンオリンピア駅、ウェストブロンプトン駅、ありがとうございます。